今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は久しぶりにね、この近接でやっていきたいと思います。チームデスマッチでございます。ただこのステージはね、なかなか近接には辛いステージなんですけども、やっていきましょう。スペードのエースでやっていきたいと思います。さてできたね、なんでやねん。このステージね、なかなか近接に難しいんですけど、裏取りさえすればね、結構ガツンガツンいけるんですけどね、裏取りするまでが長いんですよ。マーシャルイルネイできたんです。嘘だ、あの人ほんとさルート変えていきましょう。真ん中のこういう小部屋とかに入ろう。イエーイ、ちょ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 、どうやら今回近接が敵さんにもいるみたいですね。ちょっと面白いですよ。それは反応ありいいですね。まさかの伏せてるタイプ。ちょっと待ってね、あなたは、マクサッカーのね、あの敵さんの近接はボクシンググローブっていうねマジか。しかも限定の名刺、なんか嫌な感がする。大丈夫大丈夫、味方さんナイス。はい、どうも。あれ、まあいいやじゃあちょっとこっちの方行ってみましょうか。はい、どうも。いいですね、やっぱね、近接武器といえどもリッパーには勝てませんよ。ここ結構おっといたね。ちょっと待ってくださいちょっと待ってください、ちょっと待って、2人は無理や。ーうがす、ここな、敵さんいるような気がするんだよな。いるかな、あ、いるわ。ちょっと待って、これ無理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 。一応コンカッションの違うフラッシュバンの反応あったけど、ちょっと無理ですかね。ちょっと逃げさせて。さあ、いるか。おー、いますね。どうもー、もう一度こっち、リッパーマン、ワッツ。せめて3位以内に入ってないとね、近接してるものとしてはね、なんかありそうなんですが、ここ敵さん来るだろうか。おやすみー君の墓を掘ってあげようか、なんつってねちょっとこれもらっていこうかな。新しい迷彩ですしね、ちょっとこれ手に入らなかったからな、ちょっと羨ましいんですけどね。この迷彩どうだ、来るか。第六感が支えている、こっちから来る。あ、本当に来たよ、本当に来た。ああ、ブレー、今の人はあれですね、マーシャルの人ですね。怖かった。で、こっちから敵さんが来ると予想した。いいですね、マジでいいぞ。近接なんで近接だとこう切る連続でできるんだろう。なんで銃使ってできないんだよ、僕は。ここ教官に実際一人いるけど、スナイパーか。なんで、まさかのね、スナイパーかと思ったら近接の人がいたっていうね。ここアナヤレータの人で、はい、どうも。アナヤレータ外しましたね。よいしょよいしょ、はい、3度目の正直いいですね一発で当てろってね。強化セントリー、これはいい感じですね。味方さんにね、ライトマシンガンがいるんで、ちょっといい感じなんじゃないでしょうか。ここ一人いるね。あ、それが、あ、テンペスト、うわぁ、あのね、ただじゃ死なんぞって感じでね強化セントリー壊された、早い。ちょ、あんた、あんた、入れるトゥーン、まったくもう怖いんだから。は、皆さんどう思います、近接の門待ちとマーシャルの門待ちってどっちが ひどいっていうか、なんか辛いですかね。僕的にはまあ近接してるっていうのもあって、あのマーシャルの人が辛いんですけどね。敵さんどう来る、どう来る。あー、ちょっと待って。そしてこれ懲りずに真ん中に戻っていくんですが、敵さんいるようですね。どこだ、イエーイイエーイいいですね。これは敵さんどこだ、これリスポーン。味方さんがね、結構広、なんかいたねマーシャルの音したね。ここ来るだろう。さあ、カモン、リッパーが待っている。来ねえ来ねえな。お、ミカさんナイスです。じゃあちょっとこっち行きましょうか。さあ、リッパーマンがおい、接続切れは待ってくれ待ってくれ待って、ちょっと待って。はなんでやねん。まあね、回線はまあ仕方ないですね、まあ、オンラインゲームですからね、まあ、そこら辺はしょうがないんですけど、リッパー使ったことになってるのがちょっと悲しいかな
さてと、まあそこら辺を置いといて敵さんのリスポーン地点あたりにね、潜り込んだわけですが、敵さんがいらっしゃいません。やっぱり真ん中の真ん中人気だね。フラッシュマン行きたいけどいらないな。よし、はいどうも、はいどうも、いいですね、ほんとなんか小気味よく。ちょっと待って、スパロー誰誰スパロー、リパマン、どうだ、いいか、ちょっち味方さんだったのかな、スパロー使ってんの。まああれですね、角待ちされてる敵の対処法として、C4 持ってくるのが一番かな。 C4 か、グレネードですね。さあ敵は、あ、いない、あ、でも今し方いたね。えーそうそう、C4 ですね。C4 持ってると、ちょっと待って、話の途中。C4 があると、C4 ポイって投げて、すぐに爆発すれば、逃げる暇がないので、まあ、フラジャケ来てたらちょっと、ん?って感じもしますけど、まあ、高確率でキルできるんですよね。ただ、ナイファーで C4 はね、ちょっと微妙かなっていうのがあるので、また反応あるね。死ぬと思った。今のは死ぬと思った。こっち的にいるね。どうもどうも、ちょっとあなたの背中ちょっとついていこうかな。もうあの人だよ、あの人さ、ほんとなんか強いよね。ちょっと待って、危ないよ危ないよ。ちょっとここで死ぬわけにはいかないな。あと敵が3キルしたら終わるぞ。ちょっと待ってくれ、あと2キル、ちょっと待ってよ、攻めに行けない。あーまずい、まずい、ぬん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 。作戦は失敗した。24キル20です。まあ結構死に、一番死んでるけど一番キルしてるね。どうなんでしょうかこれは。この人上手すぎるでしょ、 M8 の扱い。 SR むずいって書いてあるから SR の練習してるのかと思った。強化した体の前には勝ち目などない。いやーこれは勝ちたかったですね。ちょっと門町のマーセルも辛かったですけど、近接の多分2位の人かな、あの人とのね、戦いも面白かったです。ボクシンググローブでね、戦いあったのがね、ちょっと一番記憶に残ってます。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。